荒川線は、東京都荒川区南千住一丁目の三ノ輪橋、停留場から同新宿区西早稲田一丁目の早稲田、停留場までを結ぶ、東京都交通局を事業主体とする東京都電車の軌道路線である。愛称は、東京桜トラム、駅ナンバリングで使われる、路線記号は SAA。かつて、東京都23区内を中心に、ピーク時で40路線を展開していた、 都電路線が廃止された後、唯一減損する路線である、東京都23区内で営業を行う軌道線は、同じ都営の日報里、トネリライナー、ユリカモメの軌道線扱いの区間を除外すると、東線と東急世田谷線のみとなっている。東線の大部分は専用軌道となっており、自動車道路と重なる平用軌道区間は約 1.7km である。平用軌道は、 明治通り上の王子駅前アスカ間館と、お台熊の前館のみで、校舎においては、道路中央の区分された空間に軌道を付設する、センターリザベーション方式が採用されているため、車道と区分されていないのは、全車のみである。アスカ山付近の併用軌道ですれ違う都電8500系2017年3月、都交通局は利用者増と、沿線活性化のため、 荒川線の愛称を決めることとした。外国人観光客にもわかりやすいように、東京トラムという形式として、に入る言葉の候補8つを提示し、一般からの投票で絞り込んだ。その結果、同年4月28日に東京桜トラ,ラムに決定したと発表された。しかし、長年、都電荒川線で通ってきたこともあり、この愛称に対しては、キラキラネームである。 荒川千円線の代表的な花は桜でなくバラ、などといった批判も見られた。実際の旅客案内においては、愛称性抵抗も、東京桜トラムのように、路線名も引き続き併記している。当選は、王子電気軌道によって付設された路線を、東京市が買収したものを端緒とし、都電27系統並びに32系統と称して2路線別個に運行していた。この経緯から、 王子電気軌道以来の利用客の中には、未だ王子電車と呼称する者も,もいる。1985年当時の都電荒川線1960年代の交通渋滞深刻会の対策並びに、赤字公共事業整理、都営地下鉄整備の費用負担を背景に、東京都は1967年から都電を相次ぎ廃止し、一時は全線廃止を検討した。この中で、 都電27系統並びに32系統は例外的に存続されることになった。路線の大半が専用軌道で自動車通行への支障が少ないことと、当路線とほぼ並行している。明治通りの渋滞が工場的で路線バスによる運行代替では定時運行が困難であると判断された。沿線住民を中心とする利用客からも当線の存続要望が強かった。 当線に対する交通ニーズが高く黒字運営が見込めることや蒸気のように大半が専用軌道であるゆえに交通渋滞を引き起こすことが稀であり、路線の管理も比較的容易であることが勘案され、1972年11月12日までに都電路線のほとんどが廃止された後も、当路線は北元通り上にあった27系統の一部が廃止されたのみで、 大部分が存続することとなった。1974年には撤去計画が撤回され、それまで別系統として運行されていた27系統と32系統を統合し、新たな案内上の統一路線名として、荒川線の名称が制定された。なお、元々の線席上の正式路線名は、三河島線、荒川線、滝野川線、早稲田線と四つに分かれており、系統の統合後も、 長らく、鉄道要欄では4つの路線名が記載されていた。1995年度版の鉄道要欄より、線跡上の正式路線名も、荒川線に統一されている。廃止区間となった、927系統王子駅前赤羽間については、ほぼ同じルートに代替として、都営バス王57系統が設定された。927系統終点の、 赤羽停留場は JR 東日本の赤羽駅付近ではなく、現在の赤羽岩淵駅近くの都道311号と国道122号が交差する赤羽交差点付近の北本通り上に所在していた。また、この区間には1991年11月29日に英団地下鉄南北線が開業している。1974年の 荒川線改編直後の乗降客は1日平均約9万3千人であった。その後、乗客数は前言し1日平均5万5千から5万8000人で、推移、2006年度には5万3千人台と1974年改編当初の約6割に、同じく2011年末の局公式統計では4万9130人と5割2分にまで低下している。 2018年までの10年間は4万5千人から5万2千人程度で推移しており、荒川線単独の収支が黒字になったのは2年のみである。これには沿線の事業所や教育機関の郊外移転、荒川線が走る東京特部北部での他の公共交通機関への乗客分散などが影響している。ただし、荒川線利用客が JR 東日本各線に乗り換える王子駅前と大塚駅前の両停留場においては時間帯を問わず乗降客が多数いる。2007年5月27日の急線形営業運転開始に関連して一部停留場の照明にガス灯をした街路灯の設置が計画された。1955年頃をイメージした案内サイン、時計灯。 公衆トイレや地域情報発信コーナーなども登場し、その第一弾が、三ノ和橋停留場となった。それと合わせて、荒川電車営業所の敷地内に、それまで留置線に残っていた都電の休憩、車両2両を移設し、都電思い出広場として展示している。毎週末に公開し、車両に沿って停留場を模した、ウッドデッキを設け、イベントスペースも確保されている。なお、 同年12月25日から2008年4月4日まではトイレや車両を覆う屋根の新設などを行う改修工事のため休園していた。さらに同年12月19日には更新塚停留場も三ノ輪橋と同じスタイルに生まれ変わった。2008年4月から2009年1月にかけ明治通り上の急行場を走る王子、アスカ間で 雨天時に大型ダンプカーやレジャー用多目的車がスリップ、横転して線路を塞ぎ、運行できなくなる事故が4件発生した。深刻な事故につながる恐れもあるため、都と警視庁が対策を検討している。2018年10月21日、都電を含む都営交通の乗車券、グッズ販売や沿線案内の拠点として、三ノ和橋停留場近くに、 ミノワ橋思い出館を開設した。外国人観光客の利用促進策としてはこのほか沿線に残る昔ながらの暮らしや伝統文化を体験してもらう、都電ライフツーリズムを、エビーンビーと協力して2019年1月17日に始めた。全線一系統であり、系統番号はついていない。全線運転列車と、区間運転列車が存在する。区間運転は、王子駅前。 荒川車庫前、町屋、駅前、大塚駅前の各停留場を始発、終着とするものがある。最も短い区間運転は夜間に運転される。王子駅前、荒川車庫前間である。朝夕は、おおむね2分から5分、日中でも6分間隔程度の運転間隔で、早朝、深夜など時間帯でも、最大で十数分以内に次の列車が運行される。 各停留場ホームに掲出されている時刻表には、日中時間帯の表示欄に平日は6から7分間隔、土曜日と休日は6分間隔と表記されている。全線の所要時間は日中標準53分、1両編成で運転士のみが乗務するワンマン運転が採用されている。車掌は配置されておらず、運転士は運転なほか、車内放送の操作、 運賃収受を一人で行う。また、他客時の王子駅前を除くと停留場に駅員も配置されておらず、路面電車や路線バスの標準的な形態となっている。主要停留場においては、今度到着する列車の行き先と現在、到達位置表示を行う発車表が併設されている。また、繁忙時間帯を中心に、複数の列車が続行運転している場合もあるが、これは、 作為的に行っているのではなく、繁忙時間帯においては、各停留場において、多数の乗客による乗降時間が長くなることや、平用軌道における交通混雑や行動との平面交差点における停止信号による交通混雑によって、実際の運行が標準運行時間に対して支援傾向となっているためである。以前は、都営バスと同じく、 最終列車の一つ前の列車を緑色背景の行き先表示で、最終列車を赤色背景で表示することによる告知を行っていた。その後、新型車両導入が進むに伴って、最終列車の一つ前の列車の表示は廃止されたが、最終列車については終電表示を併記して告知している。臨時列車は軌道法準拠を活かして柔軟に行われており、土曜、 休日の日中、特に晴天時に利用者が増加すると予想される。場合には予告なく、区間列車を臨時増発することがある。また、貸し切り運行も行っている。現在では、ワンマン運転が採用されているため、過去にチ、ンチン電車の愛称のもととして愛故されてきた。車掌による、発車時安全確認のつて章については、ドアが発車前に乗降用双方とも併秘した際に、 自動打掌されるにレンダベル制御機として、携帯を変えて継承されており、昔ながらのつて金音を聞くことができる。日本の路面電車においては、イベント用車両を除けば唯一現存するものである。雑誌、鉄道ピクトリアル614号の記述によれば、ワンマン化により、それまで車掌が、発車しますと放送していたものがなくなることから、乗客への発車合図として整備されたものであるとされる。 車両形式とタイプを指定しての貸し切り利用が可能。放送番組収録、映画撮影、車内コンサートや車内演劇など、幅広い要求に応えている。ただし車内での飲食、車載設備からの電源利用、通常の放送装置の利用はできない。都営バスと同様の方式である。前乗り、5振り方式を取る。降車ボタンで自定流上での降車を知らせる。始発。 終着停留場においては、乗車扉も開放することがあり、乗車扉からも、降車できる。普通旅客運賃は、全区間一律で、一乗車につき大人 IC カード168円、現金170円、小児 i c カード84円、現金90円である。各停留場に、出札や改札はなく、乗車時に運賃を支払う。運転席横には、運賃箱、 IC カード読み取り機が設置されており、現金やパスもスイカ等の IC カード、紙正解数券に対応する。王子駅前停留場では、一部時間帯に限り、ホーム上に交通局職員立ち合いの運賃箱、IC カード読み取り機が設置されており、乗車前、支払いが可能となっている。運賃は、上切れ制であり、降車すると、下車とみなされる。乗り換え、途中下車制度はなく、 再び乗車する際には、別途運賃が必要である。金券分割式の回数券を取り扱っている。発券単位は1000円のみで、前払い割引として120円分が付加された。実行1120円券面として、170円券6枚プラス100円券1枚と、90円券12枚プラス40円券1枚の2種類が発売されている。発売場所は車内及び営業所。 都電定期券発売所。170円券のものは大人運賃。90円券のものは小児運賃を想定したものであるが、170円券に現金10円を追加すれば小児2人分の運賃として利用できる。同様に90円券2枚で大人1人の乗車も可能だが、差額は返金されない。2008年11月1日から、懸命に写真や広告などを印刷できる。 都電フリーデザイン回数券を発売していたが、2010年3月で終了しているパスモ等の IC カード乗車券の利用が可能である。前面右側にパスモ側面乗車口横にバス特、パスモ、スイカの表示が掲出されている車両がある。なお、車両の表示の有無にかかわらずパスモスイカ等10種の IC カード乗車券が利用できる。 IC カード2007年3月18日に導入された IC カード、パスも、スイカが使用可能である。また2013年3月23日より、実施された IC カード10種の全国、相互利用サービスにより、キーとか、とか、アイコか、シュゴか、マナコ、ピタッパ、ニモか、早か県にも対応している。IC カードには、バス利用特典サービスや社内で乗務員に申し出て、 チャージできるサービスなど、都営バスと同様のサービスが適用されるが、現在のところあたり戦車内でのパスもカードの発売は行っていない。このか、時期式の都営バス専用乗り継ぎ割引カードも使用できるが、当選では乗り継ぎ割引の適用はなく、IC カードによる乗り継ぎも同様に割引の対象外である。共通1日乗車券1日に限り何度でも、 乗行できる1日乗車券が発売されている。都言1日乗車券と電線用のものは、大人400円、小児2 0 0円で、車内では発売当日通用の時期券と IC 券の2種類を発売している。乗車の都度、時期券は停止し、IC 券は、料金箱の IC 読み取り部にタッチし、何度でも乗行できる。支払いは、時期券が現金、IC 券はチャージ残額による。 社内では当日売りのみ発売しており、以前は自問入りの関列紙に運賃箱のプリンターで日付を印字する試験であったが、現在は荒川電車営業所の発行機で前もって発行した時期券となっている。都営丸ごと切符都電の他に、都営地下鉄、都営バス、日暮里、都ネライナーに乗車できる1日乗車券、都営丸ごと切符が大人700円。 小に3 5 0円で発売されている。社内では当日売りのみ発売しており、以前は試験であったが、現在は荒川電車営業所の発行機で前もって発行した時期券となっており、地下鉄や日報里、トネリライナーでは自動改札機を利用できるようになった。なお、2008年3月29日までは、都電、都バス、都営地下鉄追立乗車券として発売されていたが、 同日以前に発売された前売り券でも日暮里、トンネルライナーの利用が可能となっている。また、平成エンタープライズが運行する高速バスである VIP ライナーのオプションとして組み込まれている。東京フリーキップ都営交通のほかに JR 線の東京特内区間、東京メトロ線全線に有効な東京フリーキップが荒川電車営業所や西菅も駅をはじめとする都営地下鉄各駅、 都電、都バス、都営地下鉄定期券売り場、王子駅、大塚駅をはじめとする JR 線の東京都区内各駅、東京メトロの定期券売り場で発売されている、都電車内での発売はない、バス共通カード1993年11月1日に発売された、都電、都バス専用の T カードが拡大運用され、1994年10月1日に導入された、 バス共通カードが使用できるようになった。バス共通カードは特定の発券所にとどまらず、乗車の際に車内でも購入できた。2010年3月末で発売が終了し、同年7月末には同カードの使用が停止された。1981年には大塚駅前付近から東池袋付近までを地下化するという都市幕の構想が新聞で報じられたが、実現しなかった。 また、三輪橋から南千住駅方面への延伸要望もあるが、具体化には至っていない。東京メトロ、日比谷線三輪駅から日光街道を北へ、明治通りとの大関横丁交差点、JR 常磐線を越えて3分程度歩くと、左手に旧王子電気軌動本社ビル跡である、梅沢写真館ビルに到達する。同ビル1階の通路をくぐると商店街の中に、 当選の起点となる、濃輪橋停留場がある。当初は、原梅沢写真館ビル付近の日光街道場に、同道路線用のもう一つの、濃輪橋停留場が設置されていたが、路線廃止に伴って、同停留場も撤去され、その後は、現行の美濃輪橋停留場のみが存続し、2007年5月に、放浪看板などを掲げたレトロ調な駅舎に改装されている。支店である、 三ノ輪橋停留場を発車すると軌道は、採用し、荒川区立第一中学校、随行小学校、第六随行小学校が三つありする自停留場の荒川市中前に達する。荒川市中前を発車すると、緩やかな左カーブを描いて明治通り方面により、荒川区役所前に到着する。荒川区役所前停留場からは、東京スカイツリーが見える。 荒川区役所前を発車すると、やがて緩やかに右カーブを切って進行し、右手に東京都下水道局、三河島水再生センターを望んで北行する。この大施設は日本初の大規模下水処理場であり、処理場上に作られた人工地盤に荒川自然公園が設置されており、この西側に沿って荒川2丁目、荒川7丁目の二停留場を過ぎると、 線路は緩やかに左カーブを描いて町や方面へ向かい、京成本線並びに東京メトロ千代田線が交差する町や駅前停留場に到着する。1990年代に行われた同駅圏の再開発以前には、ホームと一体化した木造の大衆食堂やパチンコ店、売店、写真店などがあったが、再開発に伴い大きく様変わりした。 町屋駅前を発車すると、そのまま西北方面に町屋2丁目、東オグ3丁目と緩やかな右カーブを繰り返しながら、川の手添いの下町の住宅や町工場が密集する地区を運行し、日暮里、トンネルライナー並びに、それに並走する幹線道路である都道58号線オグ橋通りと立体交差する熊野前停留場に左カーブを描きながら到着する。 東停留場は荒川年金事務所の資金駅で、日暮里、舎人ライナー、熊野前駅との乗り換え駅となっている。熊野前を発車するとさらに採用し、北側に、オグ消防署を見て、オグ八幡宮の門前にある、宮野前停留場に停車する。宮野前を発車すると、すぐ右手に、城北信用金港オ中央支店ビル及び、オグ警察署を見て進み、 都道458号線との平面交差点にある、小台停留場に到着する。熊の前から、小台までは、路面活用して走行する区間であるが、現行では、起動時期の両脇を遠赤で固めた、センターリザーベーション方式を採用しており、起動と自動車用道路は、完全分離されている。小台を発車すると、路線北側に所在する荒川、遊園の南口入り口にあたる、 荒川遊園地前を経て、当線の車両管理の中枢である、荒川電車営業所資金の停留場である、荒川車庫前に至る。荒川車庫前を発車すると、車両は同車庫への引っ込め線へのスイッチを越えて、採行直進し、再度明治通りとの平面交差点、梶原停留場に至り、さらに採用して大手出版、印刷会社である、東京書籍の資金駅である。 栄町停留所に達する。栄町を発車すると緩やかに右へカーブを取って、JR 線に並行し、JR 京浜東北線、地下鉄南北線との乗り換えて留場である、王子駅前に到着する。到底留場においては時間帯の別を問わず多数の乗降客が見られ、かなりの乗客が入れ替わる。直前までの各停留場における、乗降客が少なく到底留場に、 標準運行時間よりも装着した場合には、当停流場において乗務員が標準発車時刻までの時間調整を行うケースが見られる。飛鳥山付近では車に挟まれながら、平洋軌道を走る王子駅前を発車して、直後に明治通りと交差するとすぐに堂々との平洋軌道に入り、左折して JR の高架線の下部をくぐり、明治通り沿いに左に回り込むように、南港、 左手に都内有数の桜の名所である飛ス山公園を望みながら六十六パーミルの急勾配を約二百メートル走行して明治通りとの平洋軌道を離れ右にカーブを切って専用軌道に進入し飛ス山停留場に到着する同停留場は前春の花見シーズンは特に混雑が激しいこの先は明治通りの東側に並行して南下し桜川岡高校 滝野川第三小学校資金駅の滝野川一丁目、老人ホームアスカハリヤマ園、武蔵野高校、中学校入り口となる西ヶ原四丁目を走行する。かつて、東京外国語大学が2000年に府中市に移転するまでは、西ヶ原四丁目が同学関係者に資金駅として利用されていた。西ヶ原四丁目を発車するとさらに南行し、 白山通りとの平面交差点に所在し、大正大学、宿徳菅母高等学校、豊島区立菅母北中学校各校の資金駅である、新興新塚停留場に到着する。当停留場は、都営地下鉄三田線西菅母駅との乗り換え駅とされている。装着した場合には、当停留場において乗務員が、標準発車時間までの時間調整を行うケースが、見られる。 新高新塚を発射すると、軌道距離わずか100メートル余り、実装運行時間1分足らずで、レトロ町に装飾された、高新塚停留場に到着する。同駅は、番町山高岸寺に至る三道県門前町であり、おばあちゃんの原宿との異名を取る、通称、地蔵通りの北口入り口に位置しており、地蔵通り北口には、高新信仰の拠りどころの一つである。 猿ヒ彦大臣を祀る神社が所在するため、甲信塚が停留場名に採用された。地蔵通りの白山通り側の南口入り口にある三田線菅萌駅と共に、特に高岸寺縁日である四のつく日には、同時三景車内市地蔵通り商店街、訪問者による乗降が非常に多く混雑する。甲信塚を発車すると、緩やかな右カーブを描いて南下した後、左急カーブを切って、 東京都立文京高等学校、宇津瀬み坂下、吉谷付近に所在する、菅野神殿停留場に到着する。菅野神殿を発車すると、下り勾配から JR 大塚駅、北口広場に侵入し、JR 線高架の真下に設置された大塚駅前停留場に到着する。同駅での乗降客数は、王子駅前と並んで非常に多く、装着した場合には、 東定流場において乗務員が標準発車時刻までの時間調整を行うケースが見られる。大塚駅前を発車すると、同駅南口ロータリーに侵入し、向かい急右折、急左折を行って、再度専用軌道に入り港の森坂を進み、右手先にサンシャインビルへの東池袋入り口、交差点方向を望んで、春日通りとの平面交差点に所在する。 向原停留場に到着する。大塚駅前から、向、東停留場は、自停留場の、東池袋4丁目とともに、サンシャインシティへの最寄り駅となっている。向原を発車すると、軌道は緩やかに右カーブし、西南に方向転換して、東京メトロ有楽町線、首都高速5号池袋線と交差する、東池袋4丁目停留場に到着する。向原から、 東池袋4丁目までの区間はサンシャインビルの東側を通過する区間でもあり、道ビルと都電の組み合わせ風景が写真やテレビ番組撮影の定番としてしばしば取り上げられる。東池袋4丁目は有楽町線東池袋駅との乗り換え駅となっている。東池袋4丁目を発車すると都電蔵し賀谷に到着。 さらに左手の雑司がや霊園を巻き込むように緩やかに、左カーブを描き、南方に進路をとって、岸も新前停留場に到着する。岸も新前は、東京メトロ副都心線雑司がや駅との乗り換え駅でもある。なお、都電雑司がや、岸も新前間付近は、旧来、武蔵野の面影を残す完静な住宅地であったが、雑司がや霊園に主脇の南池袋、雑司がや、岸もが 学習院か地域にかけて建設された副都心線の工事や付近における都市計画道路、看護の位置の整備に際して近隣の民家が立ち抜くなど景観が大きく変化している。高戸橋付近でサンシャイン60をバックに走る岸も神前を発射し、わずかな距離で再び明治通りに交流、並走し、学習院大学への乗降駅である。 学習院下停留場に到着する。学習院下を発車すると、神田川に向かって、さらに後半し、神田川に架か,かる高等橋の時期南、明治通りと新目白通りとの交差点において、新目白通り中央部分の専用軌道に移って、東方へ左折し、神田川面影橋資金の面影橋停留場に至る。面影橋を発車し、その先500メートルほど進行すると、終着。 早稲田停留場に到着する。東京メトロ東西線の早稲田駅は、直線距離で南方に、約600メートル程度、実歩行距離で700メートルほど離れており、乗り換え案内はされていない。東停留場近隣には、早稲田大学、穴八幡神社などがあるほか、当線の軌道終点、約240メートル先右手には、都営バス早稲田営業所が所在し、新宿、 上野方面への都営バス路線の発着拠点となっており、都電の定期券発売も行っている。この都営バス早稲田営業所は、かつての都電早稲田車庫跡地が改装されたものであり、都電前世紀には、現在の荒川線、早稲田停留場との間にも軌道が直結されていた。ラッピング広告が施された7000経済政難の東京都交通局の収益源を確保するため、 運行されている車両のほとんどは、車体外部に全面広告が施された、いわゆるラッピング車両で、広告のないオリジナルの改装の車両は少ない。2008年3月から、8500型を除く、全車両の自動案内放送に、英語放送が追加された。その後、8500型にも放送装置の更新に、伴い英語放送が実施されるようになった。 電番は2017年10月現在。電番とは列車無線や運行管理システム用の ID であり、車両番号とは別に入り口扉の傍らに2桁の番号が記載されている。荒川車庫営業所の中には、車両の位置、電番、行き先がわかる電光掲示板がある7700系、下記7000系の電送品や台車等を8900。 型と同等のものに交換した更新車。後日の8900系の製造を予定より減らし、7700型で置き換える形となった。2016年5月30日より運用を開始し、同年度末までに合計8両が導入された。7700系7701号車7701から7702号車は、 緑色基調7 7 0 0系7 7 0 4号車7703から7705号車は、青色基調7 7 0 0系7 7 0 7号車7706から7708号車は、園児色基調都電の新世代車両3種8500、軽電板34、41から42、29、12、登場直後は40から44だった。 七千系、七千五百系の老朽化に伴い九百九十年により増備された形式である。当初は二形式全車を本形式で置き換える構想もあったが、財政面での関係や、余剰車を出さないように合料で打ち切られている。九千系電系四十四、四十八昭和初期の東京市電をイメージしたレトロ車両として、また二千一年に運転を終了した六千型に、 変わる、新イベント車両として、2007年度2008年度に2両が製造された。8800K 電板、49から53、86から902010年10月からの2ヶ月間は8806が38、8807が37だった。9000型とは別の新型車両として、8801、 8802の2両が2009年4月26日に運用を開始した。導入に先立って2008年1月に車両のデザインが3案提示され、一般公募によるデザイン投票が行われた結果、最多得票を獲得した丸みのあるデザインが採用された。2010年3月からは8803から8805が営業運転を開始。 8806と8807は10月22日から、8808から8810は12月25日から営業入りして予定の重量が揃った。8 9 0 0系、8 9 0 0系電板、91から96、8800型とは別の新型車両として2015年に2両が導入され、同年9月18日より運用を開始した。以後、 ブルー、ローズレッド、イエローの車両を2016年度までに、それぞれ2両の合計8両を導入し、既存の7000系、電車8両を置き換えた。製造は、アルナ車両、荒川遊園で、生体保存されている6152号、193号、6000系電板、93。昭和30年代の都電全盛期の主力形式であり、 荒川線では1978年にワンマン化されるまで13両が使用され、うち5両がワンマン化記念下電車をつ6000型に改造されたもののワンマイ化以降は唯一6152号車のみが残存した。後にこの車両は193号の愛称でイベント運転や貸切列車を中心に運行されていたが2001年に廃車となった。その後、 イベント車両は2007年に登場した9000型までなかった。なお、本形式は保存車両が多く、2020年現在も6両が都内各地に現存している。2008年には30年間個人宅に生体保存されていた6086号車が荒川電車営業所に戻り、一般公開された。7500系電板、26、27から31。 32から35、36から37、38、39、9000型や8800型への置き換えによって2011年3月13日をもって全社引退した。荒川線成立以前より使用されているが、7000系同様、後年車体等が更新されている。なお、7504号車は、車体更新を受けず、朝ラシシュ時専用の、 学園号として運行されていたが、2001年に廃車となった。2008年からは、都交通局と南海グループが東京坂と銘打って共同キャンペーンを展開し、2010年6月6日からは7511号が、半壊も161型をイメージした、半壊電気軌道の昭和40年代当時の、図色である、小緑色地に窓周り縁取り及び、扉が、 大々色の配色に変更された。発表時には、車両の方向幕の行き先表示を天王寺駅前、住吉に変更し、共同 PR を行った。同時期に、半壊も501型にも、都電6000型をイメージした電車が登場し、PR 相互乗り入れとして運行している。維持業者同士の塗装交換は2009年秋の江ノ島電鉄と京福電気鉄道に次いでに例目となった。 7510号は2011年に、都営交通創業100周年記念へ電車運行のため、花100型に改造されたが、こちらも2018年に引退した。7500系引退の記念撮影会、都営交通創業100周年記念で運行された7500系改造の花電車7000系電板、01から03、07、08、11、17、19。 23から2404から06、09から10、13から16、18、20から22、25は欠番。2017年6月10日で最後まで残っていた7022号が運用を終了し、翌11日に荒川車庫でありがとう7000系イベントが開催された。荒川線成立以前より使用されていたが、後年に車体等が更新された。 前日の通り、一部の車両は7700型に改造されている。集英社の漫画雑誌、週刊少年ジャンプに連載中の、こちら、葛飾区亀有公園前発出所が2006年に連載30周年を突破した記念として、作中にも登場したことがある。荒川線で7000型を利用して、ラッピング電車が運行された。他には、 6000型と同型だが全長が短い3000系。昭和初期に製造された小型車の1000系。昭和30年代に大量に生産され各営業所に投入された経済車8000系。杉並線から転属した軽量車体の2500系。王子電気機動引き継ぎの100系、120系、150系、160系、170型が使用されていた。 トアラン2010年10月から11月にかけて、都電荒川線のマスコットキャラクターのデザインを公募し、同年12月22日にデザイン及び、着ぐるみを発表、2011年2月に愛称を公募し、同年4月18日に、とアランと決定した。トアランの着ぐるみは、都営交通に関するイベントに出没している。 2015年4月には、都営交通フェイスブック公式アカウントのナビゲーターに就任し、都営バスのマスコットキャラクター、ミンクルと交互に情報を発信している。また、同年5月19日から営業運転を開始した、都営地下鉄新宿線の10の300系4次車のドアステッカーは、この、とアランをあしらったデザインとなっていて、同年9月18日から、 営業運転を開始した都電荒川線の8900系のモケットシートには、表地に、とアランがプリントされたものが扱えられている。ありがとうございます。